タレントのペコとリューチェルが、今日15日に放送される日本テレビ系バラ。テレビ番組、ザ・世界仰天ニュース、毎週火曜21時チルダ、に登場する。スタジオの様子今回は、ある食べ物を食べた妊婦が次々陣痛を起こし、64人もの人が出産をしたというアメリカの話題を紹介。番組では、その食べ物を実際の妊婦に食べてもう様子に密着するが、とんでもない展開に発展する。スタジオでは、そんな VTR にちなんだトークを展開。今年無事に出産した元体操選手の田中理恵は、3500g のジャンボベビーだったといい、部分麻酔での帝王切開だったため、やりとりが聞こえるんですよ全部、不思議な出産でした、と出産の様子を明かす。一方、現在妊娠8ヶ月のペコは、お腹の赤ちゃんが、めっちゃ動きます、と笑顔。夫、リューチェルも、もう会いたい、とすでにメロメロで、パパになるから生命保険に入ったの、と告白する。すると、すさかず MC の中居正広が、保険金の金額を答えさせようと誘導し、スタジオの笑いを誘う。今夜の放送では他にも、日本の19歳の激痩せ少女が、ペタンコのお腹にあるものが育っていたという仰天体験や、些細な傷がきっかけであるバクテリアに侵され、顔の半分を失うことになったイギリスの女性などを紹介する。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。